おいけ、ちゅいけ、こいけだよ。皆さんこんにちは、こいけりなです。今日もですね、お家でできるエクササイズを紹介したいと思います。紹介というかやってみたいと思います。今回はじゃじゃーん、リングをゲットしました。なんかこれすごいピラティスの時にもこういうの使ったし、まあリング、よくあるリング、このリングを使ったトレーニングをしていきたいと思います。じゃあ早速ですけどやってみたいと思います。まずなんかこういうやつやろうかな、こういうよくわかんないけどよくあるやつ。じゃあ何回やろうかな、20回ぐらいやればいいですかね。20回くらいいきたいと思います。いきます、姿勢よくして、はい、見てる人は多分辛さがわからない。地味地味、見た目地味ですよねきっと。なんてこった。じゃあ次は、待って、今こういうのとこういうのやったでしょ。足いきますか。足はここに入れて内ももかな、こう閉じるトレーニングいきたいと思います。ちょっと角度つけてね。じゃあこれで、結構お尻、多分わかんないけど骨盤をしっかりしていきたいと思います。姿勢を良くしていきます。腹筋、これはなん
か押す、押すだけかな。ギューって押すだけかな。これって腹筋に効いてるのがよくわかんないんですよね、私。これこんな感じ。はい、では、内もも強化版は何だろう、20回ぐらいいきますかね。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、私これ結構好きかもしれない。楽しい、なんかバネみたいにビュービューして。はい、次逆足、よし、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そしたら、なんとかなんとかを鍛えるやついきます。はい、ということで今日はこのリングを使っていろいろなトレーニングをしてみました。結構、まあ、これ1個だけでどっかかけとけばいいので、なんかハンガーとかにピョンってかけといたらいいので、結構すごい実用的だと思うので、皆さんもよかったらぜひ一緒にやってみてください。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、小池里奈でした。バイバーイ。